こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。パリのノート,ムダムノートルダム大聖堂、ね、火災で戦闘が焼け落ちてしまったと。あの事故のニュースを見たときに私は、まあ、回収中だったと言うんでね、またかと思いました。まあ、実は海藻工事長の火災はとても多いと。 まあ原因がハンダコテだとかね、あるいは電気のショットだとか言われてますけど、まあ原因究明することはね、まああまり意味がない。なんだそれって感じなんですけど、昔からもうこの改装工事中とかね、えー、工事中の火災って、要はあの火が出るような原因になってるもんがね、えー、火災の元になってる。わか,かりきってると。改装工事中はね、えー、火の用心担当みたいのをくっつけてね、えー、きちんと 何、まあ、な,なら24時間体制でもいいですしずっとでもいいですしね、えー、チェックをすれば防げるはずなのに、まあ、そこまではやらない今回のノー,トムノートルダム大聖堂の火災を見て私が思い出したのは、まあ、ロンドンに行った時ね、えー、ロンドンの200億円のアパートどんなもんなんだろうと見てねでそこホテルにもなってるんでホテル泊まると高いからせめてレストランで食事でもしようと思ったらね なんと火災で、えー、その、いつオープンするか未定ですというようなね、えー、案内が書いてありました。マンダリンオレンタルハイトパーク。これ火災も、この火災も原因は、改装中の、えー、事故というか、失火。原因は溶接の火花、ね、溶接機で火がついたところを燃えてたと。 もう本当に、まあ、日本でも、ね、よくありますし、まあ、こ,んだけこんだけ有名な建物以外でも、ねえーまあ、普通の建物でいったら無数にありますけど工事中の火災も多いと工事中は火に気をつけないと燃えるって分かりきってるんですけどただ実際に火災を起こした当事者以外は、まあ、自分は大丈夫だと思うとこれは正常化バイアスそれから想像力の欠如学習効果のなさと。 まあ、あまりにもね、払う代償は大きいんですけど、でもね、もう,もう毎度毎度繰り返してると。まあ、そのね、大冗談に歴史的建造物を守れとかね、えー、高い建物の損害を、えー、なくそうとかいうのは正直私たちにあんま関係のない話なんでね、もっと現実的にア、まあ、マゾン室なんかで、えー、どういうふうなことが起こるかということに話を。 Amazon、えー、室に持ってきますと、Amazon、まあ、室でアカウントをサスペンドされるというのもね、これ全く同じ構図,構図、あるいは荷物をなくされて大損害を被るのももう同じ構図です。まず正常化バイアスってどういうことかというと、例えば他に販売している人もいるからこの商品大丈夫なのかなとかね、昨日も大丈夫だったからとかね、今までこうやって来て大丈夫だったからと。 ずっと大丈夫、大丈夫って言ってやった方がいい注意を怠ってしまう。あるいは想像力の欠如ですよね。まあ、こんな、この荷物が全部ね、受け取りができるんだろうかと。まあ、オーストラリアアマゾンだとまだ出品者少ないんでね、その受け取りミスっていうのはほぼ起こってないですけど、アメリカアマゾンなんてね、もうパンクしてるわけですから、わ、まあ、かりにくい送り方されたらめんどくさいからって言って受け取ってもらえないと。 そういう信じられないようなことも起こっています。信じられないんでしょうけど、まあ私はね、そのアメリカのアマゾンの倉庫で働いてる人がどんな人かというのは、まあいろんなブログを読んだり記事を読んだりね、あるいはアメリカに実際に行ってみて、まあこの辺の人たち、あるいはこれ以下の人たちが働いてんだなというのがね、まあもうおおよそ見当がつ,ついてますんで、まあ ちょっとでもめんどくさいことをやらせたら、事故が起こるのは当たり前というのはね、言えます。それから学習効果のなさ。ね、過去に起こった問題を繰り返すと、ね他。他の会社でも他の建物でもそうですし、えー、何しろもう、えー、職場ブラックな環境でね、えー、ガンガン働かしてれば、それはもう有名になってその、えー、仕事をやりたいという人はどんどんいなくなっちゃうわけですしね。 まともな人はやらないような仕事をやらせようとすれば、まあ、とんでもない人も働かせなきゃいけないと。まあ、そういう状態で今、アメリカのアマゾンを運営されています、まあ。主にアメリカのアマゾンの話になっちゃいましたけど、まあ、あの、もう事故,事故っていうかね、起こって当たり前と。だから、あの、送って、まあ FBA でね、受け取りがきちんとされなくても、大して損害の出ないような安い商品を売る。安くて利益率の高い商品を売るというふうに割り切んないと、もうアメリカアマゾンは、まあ、 かななり厳しいいいととけににくう形になってます、まあ、オーストラリアアマゾンであればね、えー、まだ出品者少ないんでそこまでの、えー、ことにはなってないんである程度高いもんでもね利益率低いもんでもいいでしょうけど、まあ、アメリカアマゾンについてはまあ、えー、もう厳しいとで実際ね物事が一旦悪くなったら改善って普通はしないです、ねまあ、ますます悪くなる、ね、そういった意味じゃんまあ 私はそのアメリカアマゾンの受け取りミスとかのサポートをしててね、アメリカアマゾン結構もう厳しいねと、FBA を使った形厳しいね、FBA を使わないと売れないでもっと厳しいんですけど、というふうに考えてますま。そんな形でね、常々ねオーストラリアアマゾンに注力しましょうと言ってるのはね、アメリカアマゾンはもうそういう状態なんで、やっぱりね、安い給料で奴隷のようにこき使われてね、 それでまともな仕事をできないのは当たり前、それから今度、購入者もね、もう本当にアメリカって日本以上にね、所得の低い人が多いんで、Amazon 使えばね、ただで商品もらえるとかね、壊れたものと交換すると儲かるというようなね、もうあの噂というか、ノウハウが出回っちゃってますんで、そういう被害に遭うことも多いというのが言えます。まあ、そんな形で まあ、アメリカ、アマゾン、厳しいと。オーストラリア、アマゾン、注力した方がいいですよ。というのはね、まあ、私は、まあ、正常化バイアスにとらわれず、ね、今,今やってるから、こうだった方がいいかなとか、今までアメリカ、アマゾン教えてきたからね、今更その、儲きにくいですとか、言いにくいなということはなく、もうね、あの、今やったらどうなるかというのはね、きちんと捉えてサポートしてます。また、想像力を働かせて、ね、まあ、最悪どうなるか。 それから過去の事例を学習して、ね、えー、それでま m a z o で効率的な、ねえー、Amazon 輸出ノウハウをサポートしています。もう何しろ、ね、えー、このいろんな建造物ね、えー、すごい事故が起こったら大損害な建造物も、ワンバンやっぱ事故は起こってますしね、今回は、ね、燃えちゃったら取り返しのつかないというようなものも燃えちゃいました。でこれ別にね、珍しいことじゃなくて、 もう本当無数にあります。歴史的建造物が補修工事で、えー、火事になっちゃったとかいうのはね、もう本当無数にあります。綺麗に直そうと思ってね、燃えちゃって元も子もなくなる。まあ、えーまあ、笑い話と言っちゃなんですけど、その笑い話みたいなね、まあ悲劇、悲劇、笑い話みたいな悲劇ですよね。まあもう本当世界中で無数に起こってます。それはなぜかというと、当事者以外は、 正常化、バイアス、それから想像力の欠如、学習効果のなさで、実際に事故が起こってトラブルになってね、取り返しがつかなくなるまで、まあ、大丈夫だと思って、適当な、えー、注意でしか工事をしないと。まあ、それは逆にね、えー、アメリカアマゾンなんかで考えてみても、あるいはアマゾン室という形で考えてみても、まあ、当事者というところからは一歩を引いたね、 逆にどういうふうに作業員働いてて、ね、事故が起こるときはこういうふうになって起こるという形で、ね、サポートしてますんで、いや、ちょっとそれ考えすぎじゃないのというような、ね、サポートというかアドバイスもしますけど、いや、考えすぎということはなくてね、実際そういう目に遭っている人はってますし、 えー、そういう目に遭ってからだとね、えー、気分も嫌な気分ですし大損害になっちゃうん、ね、で、まあ、そ,そうならないようにね扱い商品は、えー、こういう商品だけにしましょうというような形でねアメリカアマゾンのサポートはしていますまあ、ね、ノートルダム大聖堂火災を見て、ねまあ、真っ先にロンドンの あの高級アパート、超高級アパートの火災を思い出してね、ただその時調べたら、もうあまりにもそのね、えー、補修工事中の事故っていうのは多いんだなということが分かったんでね、まあ、人っていうのは全く学ばないし、想像力も働かさないし、正常化バイアスっていうのはね、厄介なもんだと思ったんでね、まあ、せめて、ね、アマゾン室ではま注意しましょうと、まあ、サポートは注意してサポートしますということをね、えー、お知らせしました。 以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。